3センチそこまでありませんが、体重差はご覧の通り122キロと、実は昨日計測されました赤澤15キロの差があります。本日これから行われる酒井亮対赤澤幸則の試合をディープメガトン級暫定王者決定戦として認めます。2022年11月12日コミッショナー下審。ありがとうございます。続きましてチャンピオンベルトのご披露です。このベルトをめぐりメガトン級の両者が相対します。両選手による記念撮影です。大原選手、はい、昨日の計量で 107.45 キロだったこちら酒井亮、はい、一方の赤澤幸典が 122.2 キロ、15キロの体重差があるんですね。15キロ差、これもどうなんですかね。いろんな階級で15キロ差ってすごい分かるんですけど、これメガトン級に関しての15キロ差ってそんなにすごい影響あるんですかね、果たして。どうなんでしょうね。結局のところ100キロ超えちゃうと、もう当たるとこ当たれば一撃ですからね。そうですね。さあ、海外でも経験がありますこの赤澤幸典です。こそ掴み取るかメガトン級のベルト、酒井亮。お、シダリオ強氏がやってきてますね。赤澤幸典は何といっても海外仕込みの練習を積んできた男でもありますので、はい、あのトライスタージムも今自分自身 この日本支部という形ですよね。はいはいはい、自らが代表を務めているという。さあ、こちらは酒井亮です。そして15キロ体重が赤澤幸典。さあ始まりました。共にオーソドックススタイルです。まずは静寂の中ゴングが打ち鳴らされました。静かな立ち上がりですね。そうですね。両者のディープメガトン級暫定王者決定戦です。サウスポースタイルに構えを変えました。酒井亮、左のローキック、インロー。よくスイッチしていきますね。そうですね、はい、距離を絞らせないのか、はい、一発を狙ってるのか、あの、そうですね、松井です。一撃一撃パウンド叩き込んでいった。おー、すごい勝者赤澤酒井、この2人の対戦、返り討ちにしてベルトを掴み取った酒井亮、ついにメガトン級の暫定タイトル獲得。うわー、すごい。相手のリベンジを許しませんでした。あの一発ですね。いや、すごいですね。メガトン級、これぞメガトン級って試合ですね。はい、やっぱりあの一発が入りますと、この KO というのがですね、見られる階級。はい、見事です、酒井亮。いや、すごい試合だ。いや、今大会ですね、あとメインイベントが残ってますけれどね、はい、大原選手、どれも面白い試合ですよね。すごいですね、この試合は。
特にこれぞメガトン級という戦いを本当にそうですね見せましたよね。あの本人も言ってましたもんね、はい、あのメガトン級の戦いっていうのはこういうものなんだっていうのは自分の方が分かるんだと、はい、見せてもらいましたね。メガトン級の戦いも、そうですね、15キロ差ありましたが軽い方が勝ったという。いやすごいですね、ついにその腰に巻きましたメガトン級のチャンピオンベルトです。まあ、あのロッキー・マルティネスが今正規チャンピオンでもありますから ね、 ね、はい、いつその2人が統一戦をやるのかというのも注目されますが、面白そうですね、また再戦で統一戦で、はい、あの時より、ね、酒井選手もすごい実力つけてると思うので、今やったら分かんないそうですね、ですよね全然、そして一方の赤澤幸典なんですが、まあ、いろんなことをおそらく考えていたと思うんですけどね、はい、やっぱり打撃の攻防になりますとストライカーの酒井亮というところでしょうかね。いやそうですね、やっぱそういう技術打撃の引き出しはいっぱいあったんですね、まあ、赤澤としては組みつきたいところだったと思うんですがそれをさせませんでした。組みつく前に一発入れちゃいましたね、本当にあの一発浴びて力なく赤澤が倒れるというシーンでしたね。まあ、しかしあの赤澤は実力者でもありますので、はい、そういう意味ではですね赤澤を破ってのこのベルト体感王座体感というのは価値がありますね。そうですね、すごいもうこれに関してはもう文句なしですからね、はい、酒井亮が見事タイトルを掴み取りました。さあそれではチャンピオンの酒井亮です。お疲れ様です。レンジャージムの酒井です。佐伯さんにね、練習だったら10回やって10回負けるって言われてますけど、僕ね本番は強いんで、あのねでもみんなの応援のおかげです。ここまでプロデビューして10年かかりましたけど、やっとこのベルト巻くことができました。本当に心から感謝します。ありがとうございます。本当は言いたいこといっぱいあるんですけど長引いちゃうんで、次のメインみんな楽しんで帰ってください。お疲れ様でした。見事ディープメガロン級3点王者に輝きました。最近の人に言われていた言葉がですねずっと引っかかってたみたいですね。まあそうそういうこと言われたら確かにねちょっとね戦う側としたらすごい引っかかるんですよね、何クソ選手出ちゃいますからね、そうですね、まあ、スイッチ入りましたよね間違いなくね。いやあとスダリオ剛がリングサイドで見ていましたけれどもね、いやこれヘビー級もですね本当に日本人ファイターどんどん育ってきてますから ね、 ね、まあ、これでまたベルト取ったんで、はい、まあ、次、酒井選手はライジン出て、はい、津田亮選手やるんですかね。どうなんでしょうかね、まあ、あの酒井1回のライジンにも出たんですが、その時はキックルールだったんですよね。あ、そうですね、はい、ですから MMA ルールで出たいという思いはおそらく抱えていると思いますので ね、 ね、見事ディープメガトン級暫定タイトルをつかみ取りました酒井亮。さあこの酒井亮がこれから先ロッキー・マルティネスとの対戦を統一戦という形で迎えることができるのかどうか、そこも注目です。